はい、どうも、こんにちは。ジェット大輔です。先日ですね、えー、新年会行ってきました。何の新年会かっていうと、関西の JPS の、えー、日本写真家協会でしたっけ、ねえー、そういうのがありますけどもね。えー、そちらの方、呼んでいただいたのでね、ちょっと顔出してきましたけども、そこ、やっぱりね、写真家さんが集まってるところだけありまして、えー、いろんなメーカーさんいらっしゃってます。 いやもうそれこそね、カメラメーカー、国内の主だったカメラメーカー、全社どころではなく、DJI さんとかもね、いらしてたりなんかしてね、まあいろんなカメラ持ってきてましたよ、メーカーさん。えー、まずね、ニコンさんは出たばっかりのニコン D780 一眼レフね、えー、持ってらしてましてまして、<laughs> ちょっとだけ触りましたけどもね、まあやっぱりね、 いいですよね。あのシリーズはね。あのシリーズはあのシリーズでいいですよね。D850 持ってるからなーとか、D850 買おうかなとかっておっしゃる方もいらっしゃいますけども、まあ700の系統は、あれはあれでね、やっぱりね、いいですよね。<laughs> まあ僕ね、主にキャノンユーザーだし、主にソニーユーザーなんで買わないですけど、まあまあ、 ね、今からね今から一眼レフ買うかどうかっていうのはねちょっとね見極めはね難しいなぁとは思いますでそう本題本題は、えー、EOS1DXM3 ですあったんですよやっぱキャノンってねすごい力入ってますよねキャノンマーケティングの方いらしてましたけども、えー、3台 <laughs> 3台もフラッグシップ機が、えー、やってくると。 これやっぱすごいですねカメラマンさんたちにねプロカメラマンがいっぱいいる場所だからやっぱりねそういうねフラッグシップ機をねドーンと売りたいんでしょうけどもねこれ触らせていただきましたよまずですね、ま、ちょっとねメモってきましたあの画面タッチ画面タッチで操作できるようになってた以前のね前のモデルはマーク2の方はこれねライブビュー撮影の時のタッチ AF だけしかできなかったような記憶がねうすらとあるんですけども、もうメニューとかね何から何までもタッチ操作できるようになっておりました。まあ前はねプロ気にねプロフェッショナルが使うものにえタッチ操作なんか導入しちゃうと誤操作を招くんじゃないかみたいなねえそんな恐れがありましたけども、まあそう言われてた時代でもありましたからね。 ねのそ,そういう話を、まあ、キャノンマーケティングの方とちょっとしてましたけどもね。うん、まあ、その直後ですよね。5D Mark IV とかが出ましてね。4年前。5D Mark IV とか出て、えー、その後 EOS 80D とか、今 90D がありの、えー、その後 EOS のね、M5 Mark II とか、えー、M6 とか、 ああ M5MAX はまだ出て,出てないのか <laughs>。何か偉い秘密を言ってしまったんだよな、かろうか、今 <laughs>。わかりませんけどもね。イオスキス M とかね、えー。そういったものタッチセンサー、タ,タッチ画面で、えー、キャノンはね、操作できるようにしてきましたけども、これがいよいよフラッグシップ機に搭載されたというわけでね、まあ、扱いやすくなりますわ。うん。キャノンね、あの、 他社のカメラしか使ったことない方、ね、もしいらっしゃいましたら、もう家電量販店でも触ったことない方いらっしゃいましたら、ぜ、ま、ひ、あ、ね、量販店でもいいので、キャノンの最新の機種を店員さんに聞いて、メニュー画面とかポチ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 タッチでね、いじってみてほしいですね。あんなにちゃんと動くものっていうのはなかなかないです。 今キヤノン、えー、フラッグシップからコンパクトデジカメまで全部ですね全部タッチ操作できるようになってますね、えー、去年ぐらいから一昨年去年ぐらいからも全部タッチ操作できるようになってると思いますけどもねレスポンスが非常にいいまあやっぱりねスマホ時代なので、えー、こういうスマホでタッチ操作僕らがやってるようなまあそこまでのタッチ液晶っていうのは 搭載されてませんけどもでもすごい頑張ってると思うのねでカメラのカメラなりのタッチ液晶だと思うカメラなりの操作性のタッチ液晶だと思う何もねスマホみたいにヒュンヒュン動く必要なくってねカメラの操作として、えー、申し分なければ全然いいわけでねそれはね うんまあ、いろんなカメラ、いろんなメーカーさんのカメラ触ってみて思うんだけども、ちゃんとしてるなっていうのが、もう本当にね、ルックフィールから、レスポンスからね、えー、体感的なもの。押せばピッてなる。これ重要なんですよ。押せばピッてなる。まあ、音消せばならないけどもね、このピッ、ピッっていうね、タイミング、触った圧力、感触、タイミング、これでね、 やっぱり擬似的な画面を触っただけなんだけども、そのメニューのね、パネルみたいなものを触ってるんだみたいな、こう思わせるデザイン、UI のデザインっていうのはね、これはやっぱりね、ソ,ソニー、ソニーじゃない。<laughs> キャノン、優れてるなって。ソニー、ソニーはね、やらないからね、それ。ソニーはやってないんですよ。も、ま、う、あ、ぜひやってほしいなと思うんだけどもね。まあ、 しばらく無理だろうねも,もしソニーがキャノン並みのタッチ操作をできるようにしてくれたら僕ひょっとしてキャノンのカメラ使わなくなっちゃうかもしれない逆に言うとやっぱりそれだけキャノン優れてるわけです、えー、EOS っていうのが、ねあのー、センサー性能がどうだとかね AF の性能がどうだとかっていうところで、えー、ソニーに軍配を。 軍配が上が上るソニーを選択する人が増えてるかもしれないけどもやっぱりカメラとしてはですね、えー、キヤノンっていうのはやっぱりすごいなとまあニコンもすごいですよねニコンもやっぱりあの EVF 見た時にドット数だけじゃないんだなっていうねあっちの光学へのこだわりファインダー側の光学へのこだわりとかもねやっぱりすごいなとか思ったりしますしね。やっっぱりカカメメラ作ってるメーカー っていう感じはしますね。キャノンもニコンもね。あ、なの話だ。<laughs> えっとですね。グリップ。EOS One DX Mark III のグリップがすごい改良されたんじゃないのと思った。まあ僕はね、Mark II は使ってたんで、Mark II ユーザーですよも元々。Mark II ユーザーなんですけども、Mark III 握った時点であれすっごい良くなった。 9 0ム本体軽くなったそうです9 0ムだけだけですよそうなのだけなのって聞いたんだけどずいぶん軽くなったように感じるなんだろうねあれ不思議だねグリップ本当によくなってると思うどれぐらいどう変えたのかは知らないけど 実は同じだったら、実は同じだったら, <laughs> じったらカッパ発だけども、いや、良くなったんじゃないかな、あれ。すごい握りやすかったな、あれ。ぶっちゃけね、l i カ SL2、同じぐらいの値段のカメラ、ね、l i イカ SL2 を使ってますけど、そんな握りやすくはないんですよ。<laughs> あの同じぐらいの値段のカメラだったらもうよっぽど 1DXM3 の方が握りやすいなと思いました。ていうかほとんどいろんなカメラの中でやっぱり一番握りやすさを考えてるのが 5D と 1D の方になってくのかなキャノンっていうのはとにかくグリップの作り方がうまいんですよ。 小さいカメラから大きいカメラまで。本当ね、小さいカメラから大きいカメラまで。どれ握ってもね、どのクラスのカメラでも、キャノンのグリップが一番しっくりくるよね。だからタッチセンサーとグリップ、そういうの含めて、あとはバランスもね、レンズとのバランスもそこそこいいボディを作ってくるからね。 あやっぱりカメラ作ってるメーカーだなぁという気がするね。カメラの使いやすさだよね。はい。ということで、とても握りやすく軽くなったような感じがすると。メディアがですね、CF エクスプレス、CF エクスプレスカード2枚ということでね、マーク2の時は何だったかっていうと、C ファーストと、えー、CF だっけ違うのを2種類、2種類なのに あの早いのと、えー、これまで通りのなんでそういうことするのどっちも早ければねあのバックアップも早く済むだろうしあと動画動画の撮影にもよかったんだろうけどもねあれんでマーク2の時はそうなってるのかちょっと分かんなかったけどもまあでもキャノンってそういうの多いでしょう。 キャノンに限らないかちょっとねあのー、上級機とかになってくると SD カードと、えー、CF カードだったりとかそういう機種ってあるじゃないですか僕も全然ねそういうのはなんか納得いかないというかねだったら SD カードでデュアルカードスロットとかの方がね運用しやすいんですよ。 ねえ、違う種類のカードね、持っていかなくていいんでね、運用しやすいんですけどもね。まあ、ついにね、CF-Express カード、2枚差し、ってことになりました。CF-Express っていうのは、XQD と同じような形なんですね。えー、互換性があるそうなんですが、普通はね、EOS1DXM3、この機種に関しては、 えー、ない XQD は使えないそうです、はい、若干残念ですよねそういうのはね AF がですね最大191点 <laughs> 191点ですよもうねミラーレスに負けず劣らずな感じだったんですけどもね、えー、その AF の即興点はですねスマートコントローラーというものでね、えー 新しい、あれですよね。ジョイスティック上のレバーだけではなくて、スマートコントローラーというものも装備しております。名前がうまいよね。スマートコントローラーって名前がね。なんかそういう感じしちゃうけどもね。なんのことはないです。えっと、あの、レノボのシンクパッドのキーボードに赤ポッチがね、ついてる操作のクリクリっとするクリクリーがあるじゃないですか。クリクリーの部分、赤ポッチの部分ですね。あの赤ポッチの まあ昔の赤ポッチじゃなくて、えー、光学式になった時からの、光学式のマウスですね。いわゆるね。<laughs> 光学式マウスみたいな、えー、クリクリですよ。これスマートコントローラーって名前うまくつけたな <laughs>、とは思うんですよ。なんのことはないです。えー、以前からある光学式コントローラーをカメラに搭載したと。いうことでね、えー、あの、あれ使いますわ。手袋でも使いますわ。 うん、手袋でも使えるけども水濡れには弱いということですね水濡れには弱いからどうするかっていうと、まあ、従来通りのジョイスティックも装備しているわけですよねはいじゃあ,あどっち使うかって言ったらまあスマートコントローラーもねあれあれでね使いやすいなと思いましたねで、えー、敏感度を操作の敏感度を変えることもできるみたいであの一番早い方にしてもらってね僕ねシューってやってましたけどもねまあ うん、鳥,鳥を追っかけるのにそれで追っかけるっていうわけにはいかないだろうけども、えー、事前に事前にここにフォーカスポイントを持ってくっていう使い方はもう全然全然それはねできますよそれはできます、えー、ふなんかいい感触だった <laughs> そうとしか言いようがないけどもねあれですねやっぱりハイライトはあれだなと思います今回は。 スマートコントローラーです。で、あのー、まあ、使ってみた感触ね、どうかっていうのが、えー、こういう言い方になると思います。す、え、べ、ー、てのカメラにあれを搭載してほしい。<laughs> マジで。す <laughs> べてのカメラにスマートコントローラーに乗せてほしい。もうメーカー問わずどこのメーカーのカメラでも、 まあ液晶タッチでもいいっすよ液晶タッチでもいいけど液晶画面遠い場合どうするんだってこ,こんな遠いところにクリクリってあるでしょそういうカメラまあ、EOSR のことなんですけど <laughs> EOSR のことなんですけどもねどうすんだマジであれ EOSR よえまあ僕は届きますよそこそこ手でかいんでね僕は届きますもう全然楽勝ちゃんですけど届かないとおっしゃってる方いますね うん、EOSRP の方が楽だまあ僕もまあそうは思いますけどもねでまあ最近は何をしてるかというと EOSR で、えー、オールドレンズタクマですよスーパータクマとか SMC タクマ、ね、あとペンタクスの FA リミテッドとかね使ったりしてね楽しいですね全部マニュアルフォーカスです。E、もな、ね、なかなか、ね、ドット数 低いけどもファインダー割とねねかし見えるんですねあれねでマニュアルフォーカスってなっちゃうわまあどこにでも当てりゃいいんだったらねそこそこ AF でいっちゃいいんでしょうけどもねやっぱりねここっていう1点だけにね迅速にパーンっていくんだったらジョイスティックやっぱつけなきゃいけないしジョイスティックよりももうああいうお気軽な EOSR みたいなね カメラだったらね、スマートコントローラーをね是非ね次 M2 にはね搭載してほしいなーと思ってる。ってうも言ってる時点でもう僕ね EOS 1DXM3 はもう買う気はないですよね。<laughs> いやお金あれば欲しいさもう握った感触だってねえライカ SL2 なんかものともしない感じだもん。 断然そっちの方が軽いとは思うんだけど、e、EOS1DX Mark III の方が、か、軽いっていうか持ちやすく感じちゃうからね。で、これがやっぱりね、残念なところは、あの、e、EF マウントなんですよね。だって一眼レフの EOS だから EF マウントじゃん。って、まあ思うけど、それはわかるけど、いや、こういう、こういうすごいものが、 RF だったらな今最新の RF レンズだったらなってそう思う気持ちはやっぱありますねお値段がですね80万円ぐらいかな80万円切ってるかもしれないけど、えー、僕の前のモデル、えー、e o s 1 d x m a r k II の時は予約した時の価格が確か65万円ぐらいだったのえーに 10, 10万円、10万円、15万円ぐらい高くなってるのかな下手すと20万円ぐらい高い売り値になってるわけ。で消費税も上がったじゃない。消費税上がったのはやっぱ痛いよね、これね。10%だよ、消費税。 前のモデルが65万ぐらいで買えたのに今75万80万ぐらいになっちゃってるってまあその分ね突っ込んだ新技術とか新開発したものってあるから値段上がるのは当然かもしれないしでも4年経ってるからね4年経ってるんでねその間のね技術革新とかいろいろ鑑みるとね同じくらいの値段で出てくるべきではないかなと思うんだけども 停滞してるのは我々日本人日本の庶民の我々であってグローバルで根付けする方々にしてみればね世界はどん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 経済成長していっててそうせざるを得ないのかもしれない我々の停滞してる生活っていうのはねこうカメラを遠ざけてしまってるような気もしますけどもね、えー、そういうわけでですね、あのー、間もなく CP プラス ですけども、えー、ちょこちょこお問い合わせ頂い,いておりますが今年 CP プラスで何かするんですかって聞かれたりしますけども私ね最近やってることといえばオールドレンズの収集でございます。オールドレンズはいいで撮ってみたらねもう現代レンズにはない魅力がねたくさんありますね今日もね。 妻とお出かけしながらねオールドレンズでちょっと取り歩いてみたりなんかしましたけどもねいいですね、まあ、今年はねオールドレンズに集中したいで1月2月をねのんびり過ごしたいわけですよ1月2月をのんびり過ごしてみたいなと思ってたねなこの何年もということで CP プラスは何もしませんけども、えー、写真展吉祥寺で。 やっとりますんでね CP プラスの期間中吉祥寺のオルレアカメラでやっておりますんで、えー、地方から CP プラスにね東京のあ横浜の方に行かれる方もねちょっと足を伸ばしてね吉祥寺まで、えー、来ていただければ私在庫するつもりでおりますんでね CP プラスの期間中は是非、えー、オルレアカメラまでお越しください。<laughs>